発者の酒井先生ですね、実際この治療法を使って岐阜でですね49年治療に続けられてまして、そちらで手術宣告を1万件回避させたという先生でいらっしゃいます。はい。で、酒井先生の院ですね、岐阜駅からちょっと距離があるところであるんですけども、一つ伝説がありまして、この岐阜駅でタクシーの運転手の方に酒井健康院までと伝えるとですね、酒井健康院まで行けちゃうらしいんですよ。はい、それだけ地元だと有名なゴッドハンドの先生でいらっしゃいます。で、実際本日はですね、それって可能なのかどうかっていう検証をさせていただきつつ、岐阜のですね酒井先生の治療院にお邪魔して院内の様子っていうのを撮ってこれればと思います。はい、実際ですねその撮影のために今岐阜駅まで参りました。はい、これからですね実際タクシーに乗って酒井先生の院まで行けるのかやってみようと思います。ではこれから実際タクシーに乗って酒井健康院に向かいたいと思います。はい、お願いします。あ、大丈夫です。はい、酒井健康院までお願いします。そうですね、酒井先生の治療院には結構全国から患者さんが集まるようで、なので地元で酒井健康院までっていうと割と行けてしまうというようなことですね。と、僕も酒井先生の院には行ったことないんですけども、なんか建物がすごいらしくて、で、まあ、人が言うには、まあ、その治療効果が高いからっていうのもあるらしいんですけども、まあ、小さな総合病院っていう2つなれ呼ばれてるみたいな、そういった治療院ですね。お、ありがとうございます。はい、はい、着きましたね。じゃあメーター止めます。はい、はい、ということでですね、タクシーで3000くらいの距離だったんですけど、無事酒井健康院って言って酒井健康院までたどり着けました。はい、まあ、こちらの建物が酒井健康院ですね。はい、だいたい30台から40台くらい車が止められるくらいの大きな駐車場があります。じゃあ酒井先生、ここの2階で治療してるそうなんで行ってみましょう。おはようございます。よろしくお願いします。こういったところで酒井先生治療されてるってことですね。まあ、酒井先生今理学生態の普及活動をされていると思うんですけども、まあ、この目的というかそのあたりをお伺いしてよろしいですか。そうですね、特に日本でも、ね、ご飲みに入るような血管外科の名医がこの理学生態のこの理論考え方をすごく過分なほど評価してくださっており、また我々もすごい尽力力尽くして、でこのその先生も布教活動に努めていただいてるし、その先生がの口から私弟子を通してこの治療は後世に残さなきゃいかん、絶対人の役に立つ治療やからという、まあ、嬉しい言葉をいただいて、ぜひ私は本当にこの治療でとって、私もまだ勉強中、100% じゃないけど、多くの今までどこ行ってもダメやった人、あるいは特に私がやりたいのはもう手術の日にちが決まったような腰痛患者、そんな人を助けてみたいし、あるいは何回も手術でダメやったそうした方を助けてみたいし、そういう誰しもができない、ね、本当に職人として治療家として一生胸の張る仕事、あるいはまたこういう同じような共鳴する考えを持った同志をいっぱい全国に作りたいね。そしてもっとレベル高いみんなと一緒にいろんな味方から体の治す勉強を一緒にしてみたいです。同じ志と書いた同志を、うん、それは本当に今希薄になりつつある職人整体師っていうか、本当に治しつつ喜びを知る、ね、本当に困ってる人も役に立つで、一人でもね、楽
たかが腰痛、サルド腰痛、腰痛でも自殺考える人もいるから、そんな人を助けたら一生胸の張れる、そんな仕事を喜びを知った治療師にぜひまた一緒に勉強したいし、ぜひそんな意味からも理学生態を知ってほしいと思う。ぜひ志のある先生、一緒に勉強しましょう、うん、まずあの治療師の先生方には、一つ私の結果を見てください。名医ってのは何だって、人が10センチ切って手術すると5センチできるのが名医、5センチよりも3センチの人が名医で、劇薬使いよりも軽い薬で効かせるのが名医、それからいけばぜひね、私らはね、名医、そのこの業界の名医になりたいと思うし、こんな刺激でも体は治るんだって、まず刺激の面白さ、不思議さをまず体感してみてください。それから細かいいろんな話、かれこれも私も50年人の体触ってます。その経験の中でいろんなことを、知識のいろんな人と会い、いろんな勉強もしたつもり、ぜひそのね考え、私の今としてること、また何かをこのビデオで読み取ってください。それと先生方にもまた新たな目から鱗的な発想、見方で、自分が何をすることが治すってことなのか、気持ちがいいと治るのとは違う、ね、本当の意味で治すってことは何か、整形外科は形を整える外科、整体師は体を整えるのが整体師、本当の意味で治すってこと、まだまだ私も追求できない、分かんないところもある、だから私も今勉強中ですけど、ぜひこのビデオで何かを感じてください。また先生方の治療の中で何かを取り入れてください。加藤さん、症状は小さい時から分離症、はい、で、あとはあの首の頚椎ヘルニア、うん、でずっとあの肩甲骨の下のあたりが痛くて、うん、昔はあんまりひどい時にはブロック注射やってもらったり、うん、これが全然できない状態も続きました、うん、あの右と左首肩はどっちが症状ありますか？どっちもですね、両か、うん、特にあのそのブロック注射やってたあの首の頚椎ヘルニアの時にはこの辺右側、あの5番6番って言われたか、そうですね、6、7かな、うん、それで今はですね、うん、股関節変形が出て、変形性股関節症、そうです、うん、で特に左のこのももからお尻にかけてがちょっとひどくって、うん、まあ、手術はちょっと待ちましょうっていう、うん、ことです。で、あんまりひどい時は筋膜リリースで柔軟棒ここやってもらったりしてます。で、ちょっとこのところやっぱり横になって寝るのがあの痛くて寝れない、ここが。それであの2週3週間ぐらい前にまた行って筋膜リリース、お尻のところあたりにかけてやってもらって、まあ、ちょっと今あれかなと思ったんですが、3日前からここが急にこうビーってちょっと今左側がなっちゃってるのでちょっと困ってます。股関節の左だけやな、両方、いや両方変形はしてるんです、うん、ただ左の方が強く出てて、特にこのももの中から、それであのジグリングやったりして、うん、まあ一時的にはそういう時によくはなってるんですけど、一切体操はやめといてください。はい、うん、自分では、はい、股関節は膝の関節よりまだ治しづらいとこやから、うんうん、そう簡単じゃないから、はい、自分で簡単に治せんのやったら手術はいらんしあとあのすいません、足首がここのストッパーが弱くて、もう昔からこうブラ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 してるので、すぐにボキッて、あのここからそこ行くまでにボキッて、それは右左両方と、特に右が、ここに骨があるの、これありますね、あるね、骨、はい、ね、骨のこっちがへこんでるの分かるな、これ、あ、本当ですね、こっちがへこんでないよ、あ、背骨を支える筋肉の真ん中にあった背骨がこっち側に来ちゃって、こっち側にくぼみができてるの。あ、だからレントゲン取らないと腰椎が曲がってるってことが分かるね、これ。そうですね、だから今日うまくいくとこの骨が全然触らんくなるから、今私ゴリゴリと骨やってるの分かるな、はい、これが全然触らんくなるから、おこれがね、今の痛みどれくらい変わるか楽しみにしておいてよ。はい、あの股関節が、股関筋肉がひどいなってすごく分かったのは、自分で恥ずかしながら、足椅子に座って足こうやって、こっちは乗っかるんです、こっちが乗らないんです、全然あの洋服こう引っ張んないと、それで自分の骨が
こんなことになってっていうのが去年気づいて、左足を上にすると足が組めない、乗れない、乗らない、引っ張らないと。すみません、一回椅子でやってみていただくことできますか。こっちはじゃあまずできる方かな。こっちは普通にこっちは、いやちょっと待って、よし、行け、あ、無理しないでいいっすよ。いや、きつそうですね、うん、ここまで。でもここまでも来るようになった、少し前に、うんうん、わかりました。こんななっちゃってる。目見るの悪いでしょ。違う、悪くなってきました。もともと男子だけど、だんだん右が、うん、力吐いた、吐いた、力めて、開いた、開いた、そこですね、開いて、開いた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 、あ、両手胸に置いていただいていいですか。完璧、うん、触ってみて、はい、さっきの骨なくなったな。あれ、ここになんかあったな、うん、今先生やってる時もゴリゴリ感がなかった。どうしてだから さっき骨がこうなってたの、中入ってきたの。でもすごい凹んでるよね。こうなってたのが腰がこうなってきたの。ああ、そういうこと。ほんの数分の間に、すごい。これ完璧、反対に出てたところ反対くぼみになって、そうですね、ここで流しそうめんできるぐらい凹んできた。今までの整体と全然違うでしょ。はい、ギュギュ揉む方が整体じゃないから。でも整体っていうか、まあ、あのリハビリのタイプをやるくらい。だって整体に来たかったの。うん。力を入れて、膝の力を入れて。でも今整体切っても、あの針の、あの電気の針のピッ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 ピが多いから、うん、これ左のは強く感じるね。はいはい、
これがここから左の足の外側と裏側を通ってる神経が出てるの。あ、なるほど。これ腰椎の4番です。あ、なるほど。感じます、うん、人間の体を。四つ前になってワンちゃんの格好を。あ、でもこれできなかったのに、うん、絶対に。はい、座って。よし、完璧なんかウエストも細くなった気がしますね、前から見てると。結局それで今あのデブ状態になっちゃった。それはこうなったら伸びてるけど、うん、それはこう伸びたら細くなるから、筋肉があれになって、うん、お腹2つになって、うん、これ立ってみてよ、はい、立つ時、いつも立つ時、伸ばす時痛かったね。あれ先生、嘘じゃなくてだから完璧って言ったじゃない、私。あのカメラがあるから言うんじゃなくてえ、ももの中が痛くない？いつもあの立ち上がる時に痛くてあのどっか捕まってここの中がねピーってこうはあの響くような。え、ちょっと嬉しい今度ね、椅子に座って足。じゃあまたできる方からやりましょうか。こっちも軽くなった。うん、うん、いったあれなんかなんか嬉しいいや、あの、うん、大げさなっちゃって、これも絶対にできないと思ってたのに自分の力で、あとこうやって自分の2本の腕でこうやって自分の体がまだ自分の手でやるのもね、軽い足だからってよかったけどね、本当に。よかった。乗りますね、上に。いつかにくらいですこれ病院の先生とか見たら、先生本当にだから私完璧って言ったじゃない今日来てよかった、ね、本当によかったよね来る、ここに自分の足で これはちょっとすごいですね、奇跡ここ先生、これちょっと奇跡が起きてます、私今休んでるから今これ、いつぶりですか？いや、だからその股関節があれなんだって言っても10年以上かな、来なかったの、かこれが結局もうあのこっちがあれで10年ぶりにその格好をしてるってことですか？すごい。すごいですよ。あれ？よかったですね。あれ？だから、こっちはできるけども、こっちやろうとすると、油の切れたあの、ギギギギギギっていう、なんていうの？感じで。ネジみたいな。そう、ネジで。それで、いかなかったのね。こっちに、こう。座ってるこの1回のあれでその何時間もやってないのに、うん、体が変わってしまったっていうことが今自分はびっくりしてます。あの柔らかくなったのもそうだし、うん、それからそさりげなく立ち上がる時に今までももの中で何かが痛くって、うん、あのギシギシっていう感じがあったのがスーッと立った自分にびっくりしてます。それにこの足が上がらな、ここに乗っからなかった、うん、足が組めなかったのにあの組めてしまった、ね、私びっくりした。ほらほら乗ってる乗ってる乗ってるこれね、分からないと思うんだ。さっきよりもさっきよりもできなくなった人から見ると何あの人やってんのって変じゃんとか思われるかもしれないけどもこれがこうやってもこうやってもその自分でこうの乗らなかった自分の足がこうなったっていうのはやっぱりあの嬉しいを超えてなんかね痛くない、なんか泣きそうになっちゃう。全然痛くない。すごい。